では NHK マイルカップに出走しますドルチェモアにつきまして菅井直輔調教師に伺います。よろしくお願いします。お願いします。前回年明け初戦のニュージーランドトロフィーが7着という結果でした。前回のレースはどのように振り返りますか？まあ行く形になっちゃったんだよね、うん、でまあ、まあ結果はどうあれ、うん、まあ一回叩いたことによってね、今回はその朝日杯前の状態にはもう戻ってるし、はい、まあここが本番なんで巻き返しを期待したいですね。まあ、前回は暮れの朝日杯以来という少し間隔が空いての出走になりましたが、その暮れの朝日杯の時と前回のニュージーランドトロフィーの時とでその馬体面の変化、成長、何か感じられたところというのはあったでしょうか？うん、まあ、特にその元から精神的には素直さもあったし、あまり欠点という欠点がない馬なんで、独断そのここが変わったとかそういうのは、まあ、見受けられることもなく、うん、まあそのここ NHK マイルを見据えての出走だったんで。さあそこから中3週、まあ、トライアルを一度使って本番ということになりました。中間はどういった形で過ごしてこられましたか？はい、この NHK マイルカップに向けてはどのように馬は過ごしてきたんでしょうか？まあまあここに向けての調整です。では今週の最終調整について伺います。半路での追い切りということになりました。今週の追い切りの狙いどういったところにあったんでしょうか？先週まあ後世奇襲乗ってまあ馬場の感触、まあ、すごくフォームが綺麗だったし、うん、まあ、ニュージーランドよりもまあさらにやっぱり出来は良くなってますよね。で今週はもう時計的にもそんなに詰めることなく、うん、もう時計出そうと思ったら出る馬なんで、まあ、輸送も考えて、うん、あまりテンションも高くしたくなかったんでね、まあ、ちょうど良かったんじゃないですかね。仕上がりとしてはどうですか？十分満足いく状態になったでしょうか？そうですね、まあ、雰囲気はいいと思います。夏の北海道でデビューして3連勝で G1 を勝って4戦3勝で今回臨むということになりますが、この馬の一番の良さはどんなところに感じてますか？まあ素直さでしょうね。今回は三浦康生騎手との初めてのコンビということになります。その点についてはいかがでしょうか？いえ、カルボも先週今週と2回またがってるんでね、まあ、あとは本番を迎えるだけです。週末は雨の予報も出てますけれども、その点についてはどうお考えですか？まあ、どうでしょうね。血統背景から言えば大丈夫なような気も しますけどもまだ経験がね、うん、まあみんな3歳馬みんな条件一緒なんで、はい、まあ、G1 馬として、まあ、今回は臨むということになりますが、どうでしょう気持ちとしては？うん、やはりね、半年近くなったらその中で2歳から成長する馬もいるし、まあ、逆に成長も止まる馬もいるかもしれないですけども、この馬にしてもやはり G1 は早くから成長があったんでその2歳の G1 を取れたかもしれないですけど、それなりにやはり秋3歳として大きな変化は見られないかもしれないけども成長はしてます。
レースの一番の肝というか鍵はどんなところになりそうですか。まあ、前回みたいにね、自分がペースメーカーにならなくてね、まあ、理想としたらその、まあ、追い出しを我慢できるような、競馬の、位置で競馬してもらったらいいかなと。さあ、いよいよ本番近づいてきてということになりますが、では改めて意気込みをお願いできますでしょうか。それぞれやはりね、勝ち上がってきた馬たちがここに向けてレースをするわけですから、とにかく2歳チャンピオンだけで終わらず、この春に賑わしたい一頭でもあるんで、頑張ってほしいなと思ってます。